トロムソ橋は、ノルウェーにある橋である。トロムセ橋、トロムセ橋とも表記される。北極境界と、トロムソ橋トロムソフィンマルク県、トロムソに位置し、トロムソ島と、ノルウェー本土のトロムソダーレントを接続している。橋は、県道862号の一部である。トロムソ湾の最も狭い部分に架橋されている。橋ができる前は、フェリーが運行されていた。 鉄筋コンクリート構造であり、形式は箱下橋である。車道及び歩道、自転車道が設けられている。全長は1036メートルであり、福音は8.3メートルである。最大島町は80メートルであり、市官数は58である。桁下田市は38メートルである。設計はエリングビクジアによる。1958年に建設工事が開始される。 1960年に完成され、同年7月3日に開通された。開通式には、政治家のアイナル・ゲルハルドセンが列席している。1963年、ノルウェーコンクリート協会とノルウェー建築家協会より、コンクリートタブレットを受賞される。1981年、橋の両側に、それぞれ0.6メートルの歩道が設備される。2008年4月17日、 文化遺産法によって保護された。ポーラリア・トロムソ・ダーレン側には、北極協会の他に、ストール主体年などがある。トロムソ島側には、北極圏博物館や、ポーラリア・トロムソ博物館や、北ノルウェー美術館の他に、北ノルウェーサイエンスセンターや、トロムソ大聖堂などがある。ありがとうございます。